ピグ近郊オークランドにある自然史博物館。ピッツバーグを本拠地としたアメリカの実業家アンドリュー・カーネギーによって1896年に創設された。その研究活動は国際的に高い評価を維持しており、アメリカのも大自然史博物館にも数えられている。カーネギー博物館を構成する4つの博物館のうちの1つ。 博物館の面積は1700平方メートルで、研究スペース、図書スペース、事務スペースなど20のギャラリーで組織されている。およそ2100万点の標本を所有しており、そのうち約1万点が常設展示されていて、さらにおよそ100万点の標本はオンラインデータベースでカタログ化されている。2008年の1年間には38万6300人の 入場者と6万3000人の学校団体客があった。カーネギー自然史博物館が最初に歴史に名を刻んだのは1899年のことで、博物館所属の研究者がディプロドクスカルネギーの化石を発掘した。今日に至って、博物館の恐竜化石コレクションは、ジュラキの恐竜化石コレクションとしては、世界最大、館内に展示されている。 化石標本数では、アメリカ合衆国で3番目に、大きな規模を誇るまでになった。著名な標本としては、サムソンの完全全身骨格、そしてまだ名も付いていない新種のオビラプトルの仲間と、見られる化石がある。また最近になって、古いタフォソールウィンドシフェリという新系統の、哺乳類と見られる生物の化石を発見した。他に、ヒルマンホール、鉱物と、宝石、 アルコアザイダンホール、アメリカインディアン、極地の世界、ワイコフホール、北極の生命、ウォルトンホール、古代エジプト、ベネダムホール、地質学とパウダーミル自然保護区の展示もされている。これらは自然個体群の長期的研究のためのフィールド基地として博物館を提供するために1956年に設立された。博物館の研究スタッフは次のような部門に、 編成される人類学、鳥類学、植物学、保全生態学、爬虫両生類学、古無脊椎動物学、無脊椎動物学、哺乳類学、鉱物学、軟体動物学、古植物学、パウダー,アーミル自然保護区、古脊椎動物学学術雑誌や学術書の発行も行っている。具体的には、ピアレビュー制の個体生物学、地球科学、 人類学の論文集である、カーネギー博物館企業アンドゥズオブ、カーネギーミュージアム、モノグラフ、または、気候論文集である、ブレティン・オブ、カーネギー・ミュージアム・オブ・ナチュラル・ヒストリー、研究分野の特別なトピックについての、スペシャル・パブリケーションズ・オブ・カーネギー・ミュージアムがある。ありがとうございます。